これから視聴源についてお話しします。まずこの視聴源ですが、花はですね7月から8月頃に紫色の花を咲かせます。次に大きさはですね、通常高さが50センチくらい伸びますが、中には1メートル近く伸びる視聴源があります。常緑樹か落葉樹に分けますと落葉樹の仲間になります。また成長が早いか遅いかを分けますと遅い仲間になります。次に剪定の強さですが、この視聴下は強い剪定に耐えることができます。それを踏まえまして剪定のポイントですが、枝がですね1年で20センチぐらい伸びた場合はですね、その伸びた部分の枝を切り戻して形を整えることがポイントとなります。料金は高さが1メートルで2000円以下となります。